はい、皆さんこんにちは。今回は890デューク R のオーナー歴1年以上の自分が890デューク R のウィークポイントを、1個2個話してみたいと思います。実はですね、890デューク R というのは自分にとってはめちゃめちゃよくできているバイクで、特段ね、これといって、例えば購入を検討されている方にね、ここ注意した方がいいですよとか、こんな困った経験がありましたよみたいなことはね、実は一つもないんですよ。欲しかったり興味があったりしたらね、まあぜひとも買った方がいいんじゃないかなっておすすめしちゃうぐらいね、よくできてるんですが、以前ね、もしウィークポイントがあったらちょっと紹介してほしいですっていうコメントをいただいていたので、まあ、そんな意味でね、まあ考えてみて思い当たるところをね、上げてみようかなと思います。で、一つ目はオートシフターのダウン側のショックが大きいということですね。で、これもね、街乗りツーリングで使っている方で、ダウンシフターというかオートシフターをね、便利機能というか快適機能としてね、認識されている方にとっては特にね、ウィークポイントにはならないです。僕が言ってるのは、サーキットのコーナーの突っ込みをね、結構限界走行している時にこのシフターを信じて飛び込みの最中に踏めるかどうかっていう話で、僕はね、ちょっと衝撃が車体に影響する感じがするので怖くて、飛び込みの瞬間はね、どうしてもクラッチを握って自分でブリッピングしてシフトダウンしてました。はい、ということで一つ目はオートシフターのダウン側の衝撃が大きくてスポーツ走行にね、ちょっと使う気にならないということです。で、2つ目なんですが、リアサスペンションの取り付け方法がリンクレスになっているということですね。はい、まあ、これはですね、まあ、スペック外の意味ももちろんあります。この価格帯のね、オートバイであれば、やっぱりね、リアサスペンションはリンク式であってほしかったなと思います。ただね、890デューク R がリンクレスのリアサスだから、走破性能が低いのかとかね、レベルが低いのかって言われると、まあそんなことはないとは思うんですけどもね。というのはね、前身である790デューク R がデビューした頃にね、行動レースというか、海外のね、峠道をこうヒルクライムで登っていくレースね、パイクスピークでしたっけ、あのレースでね、かなりの成績を収めてましたのでね、まあライダーも相当ね、クリス・フィルモアでしたっけ、スーパーモトのね、全米チャンピオンだかなんだか、まあ、相当すごい凄腕の人が乗ってるんで、まあ、そういうのもね、良かったのかなとは思いますけども、まあ、とにかく同じね、リンクレスでデビューして、まあ車体はほぼ同じですよね。790も路面の悪いね、行動レースでも成績残してましたので、まあ890デューク R のリンクレスのリアサスペンションがね、じゃあ一体リンク式になったらどれぐらい走破性上がるのかって言われたら分かんないんですけど、まあ先ほど言った通り、価格帯を考えると、なんかこうスペックとしてね、リンクが欲しかったなっていうことと、あともう一点ね、兄弟車というかね、スーパーデューク R、 現行のスーパーデューク R がね、ようやくあちらはリンク式のリアサスになったんですが、市場で乗り比べた時にね、リンクだけの差かどうかはもちろんバイク自体が違うので断言はできないんですが、スーパーデューク R の方が圧倒的にね、上質なしっとりとした乗り心地で、街乗りが気持ちよかったです。まあエンジンはね、本物の V 型エンジンで雰囲気あるっていうのはね、しょうがないですけど、足回りもね、非常に上質なしっとりとした乗り心地でした。で、少なからずね、リアサスペンションのリンクがあるなしっていうのはね、その上質な乗り心地に関係していると想像できます。はい、想像できるというか自分は想像してます。はい、
ということでね、この辺はまあ走破性の運動能力っていうかね、スポーツ性能に対してっていうことよりも、まあスペック的に欲しかったということと、あとはその街乗りでね、多分リンク式でうまくセットしてあればもうちょっと乗り心地がしっとりと上質だったんじゃないかなと。よく言えば890デュークの乗り心地っていうのは、よく言えばね、なんていうかこうスポーティーに感じやすいんですが、まあ、悪く言えばちょっとこうやんちゃというかチープというか、疲れるようなね、疲れやすいような感じの乗り心地なんですよね、街乗りにおいても。まあその辺がね、もしリンクがついてうまくセットができていればしっとりとしたね感じになったんじゃないかなっていうのが残念というかね、考えるとウィークポイントかなといったところですね。まあ正直それぐらいですかね。本当にね、非常によくできてると思います。はい、まあ890デューク R の方は買ってからね、まだ2年経たないですよね。確か6月いやじゃないな7月ぐらいだったですかね、納車が。なので、まあ、あと半年、5ヶ月半年経てばね、2年経つと思うんですが、距離もね、まだそんなに乗ってないので、もしかしたら距離を乗ったらね、何か故障が出たりとかね、何かあったのかもしれないんですが、正直ね、まだ2000キロ乗ったかどうかぐらいなので、そういうね、壊れる壊れない問題というのはまだ自分は体験してなくて、人によってはね、初期不良で何かやはりオイルにじみみたいなものがあったりとか聞くんですが、自分の個体はオイル関係のね、にじみとか漏れっていうのはまあ今のところ一切なくて、普通に乗れているので、そうなるとね、バイクとしてはよくできているので、まあ文句のつけようがなくて、まあ、ウィークポイントっていうのはね、無理やり探して言ってるようなところがあるかなと思います。はい、非常によくできたオートバイだと思います。自分のね890デューク R は今ちょっとカスタムに出しちゃっててね、もうちょっと帰ってこないんですが、残念なことにね、リア側のアクセルシャフトに歪みが見つかってしまって、せっかくカスタムしててそのままね歪んだシャフトを使って走るっていうのは気持ち悪いので、シャフトをね作っていただくということに話がなりまして、またね、またちょっとお預け期間が伸びてしまうということになって、まあ楽しみにね、もう一台 SMCR 持ってますので、そっちで遊びながら楽しみに完成を待ちたいなと思っております。まあということで、890デューク R ね、もし帰ってきましたら、また車両の紹介とかね、カスタムの紹介とか走行レビューとかね、バンバン上げていこうかなと思います。今日は890デューク R のウィークポイントを無理やり話してみたということで、こんなところでおしまいです。